子供がイライラしてることは何ですかそれが子供の才能です。はいどうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカッチです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日は勉強とは限らない子供の得意を見つけるポイントというテーマでお話ししていきたいと思います。今日はね、めちゃくちゃ楽しいですよ。 あめちゃくちゃ楽しいっていうのは僕が今一番話したいことやから自分の人生のミッションに大きくつながることやからだからすごく楽しいんですよドキドキしてるんですよそんな時っていうのは決まっていろんなとこに寄り道します寄り道するんだけど、えー、話したいことも全部話したいと思いますというのもおかちのミッションは何ですかってことですよ僕のミッションですよ仕事のミッションであり人生のミッションであるそれはライフスキル教育を通じて 社会にはびこる見えない鎖を緩めて自分を生かして生きられる人を増やすこれが僕のミッションなんですねライフスキル教育それはね自分で自分を幸せにする技術でありそして非認知能力とも言われていて <laughs> すいませんあのー、ね、えー、自分の心の声を叶える能力じゃないですかこれがライフスキルですねこのライフスキル教育を通じて、えー、社会にはびこる見えない鎖 あれをしなければいけない。これをしなければいけない。完璧にしなければいけない。やりたいことではなく、やるべきことをやらないといけない。ねえー、楽をしてたら苦労するよ。人の迷惑をかけてはいけない。ねじえー、と自分を後回し、周りのことを大,大事にしすぎないといけないとかね。なんかそういう縛られた、えー、呪いのような信念であったり、価値観であったり、間違ったルール。それを緩めたいんですよ。緩めたいんですよ。 それを緩めることで、えー、一人一人が持っている才能であったり、得意なことであったり、個性であったり、知識であったり、能力であったり、スキルというもの、自分そのものを社会で表現していく、し社会で表現して生きていく、自分を生かして生きられる、そういうような世界を作っていきたいし、そういう人を一人でも多く増やしていきたいっていうのが僕のミッションなんですよ。なので、この YouTube をやってます。 はい、ということでね、今日はね、その得意なことを見つけようということで、得意なことっていうのは、もう一言では才能です、天才性です、その人の持ってる気質であり、個性なんですよ。それをどうやって見つけるのかということをね、えー、お話していきたいと思います。もう最後まで聞いていただいたら、あ子供はこういうところが向いてるんだなとか。 子供、子供の才能ってここにあったんだなっていうことが分かり、子供の才能を生かした環境をデザインすることができたり、子供の才能を伸ばすような関わり方ができるようになりますので、最後までご視聴ください。この番組では、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。あと、概要欄には、えー、公式 LINE の案内もあります。有料講義の動画、 合計26本をプレゼントしております自己肯定感の高め方であったり自分が親にされて嫌やったことを子供にやってしまうであったりこのイライラであったり自分責めをどういうふうに緩めるのか、ね、自分の軸を作った子育てとは何かそこら辺をがっつり解説した動画を受け取れますので概要欄からチェックしてみてくださいはいということでねちょっと毒ダミ茶を飲ませてくださいはい毒ダミ茶を飲んで、えー、早速ですけど始めていきましょうか 今日は子供の得意を見つけるポイント18選ということでまずはね得意なことって何ぞやとちゅうところからやっていきましょうよ得意なことって何ぞやってことですよもう一言で言いますよ得意,のこ得意なこととは無意識に自然にできてしまうことですついやってしまうことなんですよ生まれつき持ってることであるそれが得意なことなんですね ついやってしまうことであったり簡単にできてしまうことであったり、ね、努力をしなくてもすっとできてしまうことこれが得意なことですねはいでこの得意なことを考えるときに、えー、大事な観点が3つあってまず1つは人と比べて優れているかどうかを考えないということこれすごく大事なんですよ 自分がやっていること、絵を描くということかもしれないし、話すことかもしれないし、人,と人の話を聞くということかもしれない。その力が、そのね、えー、得意なことっていうのが、誰かと比べて優れてるかどうかっていうのは考えなくていい。ね、なんだろう、クラスで一番だから私は優れてるとか、ね、そういうことを考えなくてもいい、ね。誰かと勝ってるか負けてるかではなくて、ついやってしまうこと、これが得意なことなんですよ。あ自然にやってしまうことであったり、自然にできてしまうこと。 誰かと比べてじゃなくて、自分が無意識にやってしまうことであったり、ついやってることであったり、自然にできてしまうことが得意なことです。ね、表彰されたことであったり、誰かに褒められたこととか、えー、誰かと比べてすごいことっていうことはあんまり考えなくてもいいです。あんまりね、はい。まずここが1点目。で、もう1つは、やってることが学力につながるかどうか。これ全く考えなくていい。うん。学力につながるかどうか。大人で言うたら、えー、なんだろうな、それが仕事になるかどうかっていう観点で見つけないってこと。 お金を稼げるかどうか、人の役に立てるかどうかっていうことは考えなくていいってこと。先ほどもお伝えした通り、得意なことっていうのは、ついやってしまうことなんですよ、ね。お金を稼げるかどうかじゃない。つい自分がやってしまうこと。これが得意なことなんですよ。まずそこをご理解いただいた上で、えー、子供の得意なことを見つけていきたいと思います。でここでいう得意なことっていうのは、えー、天才性であったり、才能であったり、気質であったり、人間の性質。 正確なものとあのほぼ同意義で使ってます気質という言葉でね、あるじゃないですか。生まれつき持っているものと、ほぼ同意味で使っておりますということです。で、オカチはね、オンラインスクールで子どもの天才性を、えー、発掘して、それを磨いていくためのオンラインスクールやってます。はいえー、月1回のオカチのライブ授業で、えー、先日もね、子どもの得意を見つけるということで、45分間、 えー、あなたの得意を見つけようってことでいろんな質問を投げかけて、えー、一人一人の得意を見つけるっていうところまでやりましたそんなことであったりお金を稼ぐためにどうしたらええねんって,言っていうことであったりねどうやったら自信を高めることができるのかとかどうやったらその本番の緊張を緩めることができるのかそういうメンタルトレーニングであったりお金の稼ぎ方ビジネスの話であったり、えー、今回のような才能を磨くためのライフスキルそういうものを、えー、オンラインスクールでやっております3週間無料体験でやっているので概要欄からチェックしてみてくださいと,いうこと といことですはいということでねまず得意なことって何ぞやって言うとついやってしまうことそれは才能であり気質であり個性であり天才性であるということ生まれつき持っているものであるということです誰かと比べて優れてるとか考えなくていいなぜならね得意なことっていうのはついやってしまうことでありそれ得意なこと同士でくっつけて使うものだから一つの得意なことが別に世界一番とかねオリンピック級じゃなくてもその得意なことの A と得意なこと B をくっつけたらオンリーワンになれるんですよだからそれが えー、これこれ今やってること例えば走ること走ることは僕よりも速い人いるからなこれは得意なことじゃないなって認識するんじゃなくてしっかり得意なこととして出していくで得意なこととしてテーブルに出してあとはそれをどうくっつけるかっていうのはまた、あのー、ゆくゆく考えていったらいいよねっていうところでございますはいということでね得意なことの解説をさせてもらったんでじゃあここからはね、えー、どうやって子どもの得意を見つけるのかっていうことをね、えー、解説していきたいと思います それでは行きましょうかまずは1つ目短所や欠点ですどうでしょうか子どもの短所や欠点は子どもの得意なことでもあり才能でもあるんですよそうなんですその人の才能というものつまり得意なことっていうのは場所によってそして見る人によって短所として表現されることもあればそして長所として表現されることもあるということなんですね 例えば僕、オカッチの話でいこうか、オカッチはね、落ち着きがないってよく言われたんですよ。うろうろするなって何回言われたことか。うろうろするんですよ。じっとできない。じっとできないとか、うろうろしてしまうとか、落ち着きがない。これはどちらかというとネガティブな表現ですね。これが僕の短所として、えー、ずっとずっと言われてきたことですで。僕もそれは短所やと思ってた。だけどこれっていうのは、裏返せば、 好奇心旺盛いろんなことに興味を持って興味を持ったらもうじっとできないもうすぐに行動してしまうっていう行動力であったり好奇心旺盛ってことであったり、まあ、すぐに実行するであったりやり,やりだしたらハマってしまうっていうその没頭力であったりこれって才能ですよねこれ僕の得意なことですよね。 落ち着きがないとかじっとできないとかうろうろしてしまうっていうのは短所として表現されたけどでも、おかちはその特性を使って今、この仕事をやってるんですよ。自分が興味を持ったことを徹底的に調べてそしてそれをはまっていく、はまってそして勉強してそれでアウトプットするそういうことをやってるんですね。 そう一つのことだけじゃなくていろんなことに興味を持つということ、これ、僕はない、僕はね、才能やと思ってるし、これを生かした働き方を作っているんですね。そうなんですよすごく大事なことは、それが短所として表現される環境、短所として、えー、罰せられるような環境に,子供に、子どもに子どもを置くのではなくて、ね、その短所とされているものが長所として発揮できる環境を用意するってことなんですね。僕はっっっとできなかったかたたら修辞教室に行ってましたよ これね、アート教室に通ったらどうですか。あのー、自由に動いてたら。 OK って言ってもらえるかもしれん。BGM をかけてもらえるかもしれんし、えー、マイクで MC でね、実況してもらえるかもしれん。まあ、そんなとこあるかどうか分からへんけど、とにかく、おかちの汚い字もね、枠からはみ出た汚い字、汚い字をね、芸術として評価してもらえたかもしれない。そうなんですよ。環境によって、それが短所として、えー、直すべき短所として捉えられることもあれば、伸ばすべき長所として捉えられることもある。そうなんです。欠点っていうのは、欠けてる点ではなく、欠かせない点なんですよ。 その欠点をなくそうなくそうとしたらその子の長所がなくなっていきますそういうことなんですよその子の特性だって、その子のエネルギーがなくなっていくということだからどうでしょうか子供を見ていてここ短所だなって思うところ欠点だなと思うところそれが見つかればそれを裏返せばどんな長所があるだろうって考えてみてください。はい 子のの得意を見つけるポイント18分の2好きなこと。まあ、これ分かりやすいよね好きなことっていうのはうまくいくという、うまくいきやすいから、うまくいってるから、いい点数取れたり、早く走れたり、シュートが入ったりする、うまくいくからね、好きになっていくってこともあるわけじゃないですか。達成する経験がね、達成感を味わってね、そういう経験を積み重ねることによって、好きになっていくことあるわけでしょ。つまり好きなことっていうのは、自分の得意なことと結構近いところにあるんですね。 そうなんですよ例えば僕、僕はね、えっとね、これ得意かどうか分かんないけど、得意なことにしときましょう、今の話だったらね。えー、こうやって YouTube で、ね、話すの好きなんですよ。ひたすら今日台本ゼロですよ。目次はあるけど、目次はあるけど、台本ゼロの状態で、自分が今感じてること、思ってることをどん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 ん言葉にして落としていくって好きですよ。好きですよまだ。まだ得意かどうか分かんない。もっともっと上手い人はいるけど、でも先ほども言いました。う得意なことっていうのは誰かと比べて、えー、優れてるかどうかっていうのは考えなくていいと。 ただ僕はこれが他の能力よりも簡単にできてしまうということ準備をせずにできてしまうということだから得意なことだと認定しておりますとこうやって、えー、台本なしにべちゃくちゃ話すのは好きなことでありそれで得意なことでもあるということですどうでしょうか子供の好きなことは何ですか、はい、その好きなことは、えー、もしかしたら子供の得意なことかもしれませんつまりあな得意の子供の才能かもしれないということです子供の得意を見つけるポイント18分の3 こだわっていることは何ですかなんでしょうね。えー、こだわりが強いところ、例えば、 虫を見つけたら、もう虫しか見えなくなるとかね、アリさん見つけたら、アリさんの子を追っかけたくなるとか、なんかあるこう雲を見てたらね、雲の流れをずっとこうじーっと眺めていたり、子供の中で、あのなんだろう、カレーライスを食べる順番とかね、どうですか僕はもう決まってましたよ。カレーライスに生卵を入れて、ぐちゃぐちゃぐちゃって全部混ぜて、えー、ソースを入れて食べるっていうのがあったんですよ。こだわってたんですよ。そのこだわりっていうのは、やっぱり、あのー、美味しい料理を食べるっていうことは僕の得意なこと。 だったんですよ好きなことでも得意なことであって、うん、あの行儀は悪いけれどもやってたよマヨネーズも入れてもうぐちゃぐちゃやったよほんまカレーのなんかカレーこれほんとカレーライスって言われるぐらいなんかもうそうオリジナルのカレーライスになってしまいましたけどとにかく大好きなカレーライスを一番美味おいしいやり方で食べたいんですよそこすごくこだわってるんですねはいどうでしょうか子どものこだわりは何でしょうか子どもの得意を見つけるポイント18分の4 楽にできることねえ。え、もう終わったんってやつ、ないえ、さっきやってたのにもう終わったんって。で、子供を見てても全然疲れてる様子がないってやつ。どうですか子供が楽にできること、簡単にできること。で、えーど、なんか、疲れてないって感じ。うん、どうでしょうかありますか例えば僕、楽にできることは、うん、なんだろう。 問題を、あ、問題を解決するのは楽じゃないな <laughs>。楽じゃないな <laughs>。僕が楽にできることは何なんだろうな。楽にできることは、あ、分かった。楽にできることは、えー、相手が言おうとしてること、あるじゃないですか。言ってる言葉でもいいですよ。言ってる言葉の背景にどんな気持ちがあって、どんな価値観があって、どんな信念があって、どんな人生脚本を持ってるのかっていうことを知ることっていうのは結構楽にできるんですよ。だから僕と話したら20分、20分で、えー、その人の人生を一言化することができるんですよ。 そう例えば何でもいいですよ、今日暑いなーってとこ、今日暑いなーっていうところからでもね、20分話したら、えーそ、あなたの、あなたの人生のビジョン、これが私の人生だと、ね、このために生まれてきたんだっていう人生のゴールを見つけることができる、これは僕にとって楽にできることなんですよ。でも人生のビジョンを見つけるって結構難しいですよね。大人になっても、何のために生きているのか分かんないとか、自分はどういうふうに生き,てき,生きてたいのか分からないという方、結構いるわけじゃないですか。僕はそれを相手にできるんですよ、20分あればね。 まあ完璧にはできないですよ。まあ、なんとなくそっちの方向だよねっていうところが見つかります。さらに2時間あれば、もうこれだっていうど真ん中が見つかります。はい。子どもの得意を見つけるポイント。18分の5。飽きずにしてること。そうなんです。飽きずにしてるっていうのは、まあえー、言い換えたら夢中になってるってことですね。夢中になってる。夢中になってるっていうのは、もうフロー状態って言われてるんですけど、その人の最高のパフォーマンスを発揮してるんですね。 そう最高のパフォーマンスを発揮してて最高の喜び、充実感そして幸福感を得てるんですよ夢中になっている時にそうでしょ僕もねあの、ダンスを覚えてますよあれは28歳の時かな予選ダンスバトルの予選を通過して決勝決決勝勝戦まで行ったら決勝トーナメントの、ね、1回戦で負けてしまったんだけどそこで踊ってた時の僕は大好きな曲が流れてお客さんもガンガン盛り上がっててねでその時にめっちゃ、 ポイントパってポイント刺したの指でポイント刺した時の刺した音とあの音楽の音がガンっていう音がはまってその時にドカーンってもう何だうかな宙を浮いてる感じになったんですよ 音楽と一つになっている感じというか、まあ、これフロー状態の特徴なんですけど、うん、時間がゆっくり流れるであったり、なんか宇宙と一体,一体化しているような感覚があるとかね、まあ、時間がゆっくり流れるような感じがするとか、まあ、それがフロー状態なんですけど、そういうフロー状態というのは自分の能力を発揮できているときに、ね、起こりやすいんですよ。つまり自分の得意なことが発揮されているときに、夢中な状態というのは作れると言われているんですよね。なので、なので子供が夢中になっているときって、どんなときですか何をやっているときですか どんな行動をしているときですか、ね、親の声が届かないときってありませんどんなときでしょうか例えば、それがゲームをやっているときってなりましたね。ゲームをやっているときっていうのは、それをもう少し分解してるんですね。ゲームの何をやっているときですか誰かと協力しているときですか、ねえー、目標に向かって頑張っているときですか、ね、新しいレベルになるためにいろんなアイテムを探そうとしているときですかで自分で攻略方法を考えているときですかそう、ゲームをしているっていうことを分解しているんですよ。 ゲームをしていることが得意なこともちろんそうなんですけどゲームをゲームのどんなことをしているときにっていうふうに、えー、要素分解していけば,していけばさらに、えー、解像度を上げて子どもの得意が見つかるんじゃないかなと思いますはい次は子どもの得意を見つけるポイント18分の6表彰されたことまあこれは分かりやすいね <laughs> 表彰されたことっていうのは子どもの得意なことである、えー、確率も高いですね カッチは何で表彰されたのコーチングで表彰されましたよ、アメリカで。子供を夏休みね、えー、毎日子供とワークショップやってたんですよ。100人ぐらい、毎日100人。時には500人ぐらい、1日500人、500人が月火水木勤務続いた時あったよ。5つぐらいの小学校の子らが来て、その子らと、その子らに向けてワークショップをするってことね。で、それがね、すごく、あのー、過酷なのが、あのー、ワークショップ、全てのワークショップが終わった後にね、 えー、子供たちに聞くんですよ、あのディレクターがね。で、オカッチ以外にもいろんなコーチがやってて、オカッチのコーナーであったり、ケビンのコーナーであったり、ジョナサンのコーナーってあるわけじゃないですか。で、子供はいろんなとこ回ってるんですよ。で、全部回った後に、ディレクターは聞きます。どれが一番楽しかったって。いやいやいやそんなこと聞いちゃうって思いましたよ。それ聞いちゃうって言って。ね、で、その中で、それで聞いて、反応がね、ものすごく良かった、オカッチ。 10回ぐらいやってね、それアンケート、毎回聞くわけじゃないから、10回アンケートって、7回ぐらいは、ダイスって言うんですよ。あ、僕ダイスって言われてるんですアメリカでね。サイコロってダイスって言うじゃないですか。サイコロ常に持って、ダイスだよーって言って、アイムダイスって言ってね、えー、いう風な、ね、あの、つかみでやってたんですけども、<laughs> えー、ダイスっていうのがものすごく多くて。で、 それっていうのはやっぱ僕がそのワークショップをデザインするってことであったり、えー、子供を夢中にさせるってことであったりなんか楽しいゲームをか開発するっていうことは僕の得意なことだったんですね。 そう,そ,うそういうふうに、自分が表彰されたこと、今回であれば子供の得意を見つけるということだから、子供のが表彰されたことは何ですかってことです。その表彰されたことを先ほどもお伝えした通り、要素分解していくということ。どういう部分が表彰されたんだろうというところを分解していけば、子供の得意が見つかっていきやすくなります。得意なことっていうのは、冒頭で言わせたんですけど、動詞です。名詞、形容詞、動詞ってあるよね。その中の動詞です。さっき言ったら、名詞っていうのはゲーム。ゲームが得意、ゲーム。これ、名詞じゃないですか。 ね、サッカー、こういう名詞でしょじゃないんですよ。それを動詞に書き換えていくんですね。さっきのゲームで言ったら、作戦を考えること、作戦を考えるであったりね、えー、チームと協力してたら、チームで協力するであったり、えー、攻略法を考える。これが得意なことですね。で、おかちの例で言えば、えー、ワークショップをデザインするであったり、子供を夢中にさせるであったり、えー、面白いアイデアを考える。これが僕の得意なことですね。そうなんです。表彰されたことは何でしょうかそこら辺を探っていきましょう。 子供の得意を見つけるポイント18分の7。褒められることは何ですかということね。まあ家でもそうだし、あのおじいちゃんおばあちゃんからでも,かでもいいし、他のママ友からでもいいじゃないですか。先生からとかでもね。よく子供が褒められることは何ですかっていうことですね。 えー、時間を守るであったり、えー、下の子の面倒を見るってことであるかもしれんし、リーダーシップを発揮するかもしれんし、真面目に練習するってことかもしれないし、何でしょうかね、言われたことをきっちりするとか、話を聞くってことかもしれんし、元気よく挨拶するってことかもしれない。ね、よく褒められることは何ですかはい、それをノートに書き出していきましょう。あ今、今ノート出てきたけど、ノートを出してくださいね、皆さん。 ノートでね、なんかないかなって、子どもの短所って何だろう、短所を裏返せば長所、長所って何だろうとか、好きなこと、こだわっていること、楽にできること、飽きずにしていること、表彰されたこと、そして今回紹介した褒められることは何だろうって、得意なこと、ねえー、動詞で書いていきましょうね、動詞っていうのは先ほど言ったね、ゲームをする、ゲームじゃなくて、えー、と作戦を考えるだあったり、攻略法を実践するってことであったりね、そういうふうに動詞に書き換えて、えー、ノートに書いていきましょうということです。 子どもの得意を見つけるポイント18分の8、かんを起こしていることこれは大変だよね、親からしたらね。いやいやきでやったりもう何やっても嫌ってなってもう何を言っても声が届かない状態、まあ、そのようなか釈を起こしていることっていうのは子どもの得意が発揮されていることがあるんですね。 つまりも、もっと紐解けば、感ん、まあ、イライラをしているってことじゃないですか。自分の欲求が叶わないってことでしょ。自分の欲求が叶えない叶わないっていうのは、なんだろうなその、自分にはこういう欲求があるっていうサインなんですよ。サインなんですね。えー、ゲームをしたいとかね、えーとおもちゃを、おもちゃで遊びたいとかね、いろんなところに行きたいであったり、もうちょっと遊びたいであったり、何に対して感んを起こしているんでしょうかってことですよね。ね親、使ってほしいって。 おやつ買ってほしい、おやつ買ってほしいっていうのは、どんなところに、えー、その子供の子供のこだわりがあるんだろうこと、ですね。手に入れたい、欲しいものを手に入れるとかね、欲しいものを手に入れるまで諦めないとかね、そういうのが一つの才能として考えるわけでしょ、そういうふうに、感んを起こしている背景にどんなこだわりがあるのかとか、どんな欲求があるのか、欲求っていうのはそのまま得意なことにつながりやすいんですよ。僕の欲求っていうのは、人と違うことをする、人と同じは嫌だっていう欲求があるんですよ。 人と同じは嫌だっていう欲求があるから、人と違うことをするっていう得意が磨かれていったんですね。そうなんですよ。欲求っていうのは、それを叶えずにはいられないから。いられないから、それを叶えようとする。その過程において、その天才性、得意が磨かれていくんですね。なので、感触を起こしている背景には子供の欲求があります。子供の何らかのイライラポイントがあります。それを見つけていくということ。ね、こだわりがあるから。 そこが子供の得意なことの可能性があります。どうでしょうか何に対して感謝を起こしてますか何に対して嫌、嫌って言ってますかそれを動詞で考えていきましょう。はい。得意を見つけるポイント18分の9。周りにイライラしていることということです。子供は何にイライラしてますかはい、えー。これもね、8と近いんですけれども、イライラっていうのは、要は自分にとって当たり前なことができていないときに相手に対してイライラするんですね。 そうじゃないですか。お価値にとって当たり前、それ時間通りに来る、やったり時間通りに提出する、これ当たり前なんですよ。もっと言えばお価値は言われたらもうすぐに取りかかって、誰よりも早く仕事をこなすというのは僕にとっての天才性で得意なことなんですねで。その得意なことを周りの人がやってなかったら、なんでこの人やらへんねんってイラつくんですよ。ね、イラつくんですね。なので、子供が誰を見て、誰のどんな行動を見てイライラしてるんですかってことです。それれを観察すれば ね、それは子供が例えばね、ジャイアンに対して、ジャイアンが消しゴムを返さない、返したとしてもありがとうを言わない、そこに対してイライラしているのであれば、ちゃんと借りたものを返すっていうのが得意なことかもしれないし、えー、してもらったことに対して、えー、お礼を伝えるっていうのは得意なことかもしれないし、恩を返すっていうのが得意なことかもしれない。そういうことなんですよ。何に対してイライラしているんですか、ねえー、例えば子供がね、えー、ドッジボール、子供が投げたボールは取らない、取れない、たけしカが取らない。 なんで取らへんねんってイライラしてた。それはもしかしたら子供にとってキャッチをするっていう得意なことがあるのかもしれない。自分にとってボールを,ボールをキャッチするのは得意なことであり、それができていないたけし君にイライラしているということかもしれないということです。お子さんは何に対してイライラしていますかそれを動詞で表現すると何でしょうかそういうことも考えていきましょう。はい。い半分いけたな。えー、残り9個ですね。子供の得意を見つけるポイント18分の10。 子供がついおせっかいしてしまってること。おせっかいしてしまってるというか、もうおせっかいしてることですよね。うん、どうでしょうか。ね、誰にも頼まれてないけど、けど勝手にやってることです。勝手にね、部屋の整頓をしたりとかね、勝手になんかお皿を持っていったりとかね。なんでしょうか、子供が勝手にやってしまってること。本を読んでることであったりね。 本を読むのは違うなすいませんおせっかいだから相手に対して何か助言をしていることですね。下の子に対して、えー、と挨拶しなさいよっていうことであれば挨拶をするっていうのが得意なことかもしれないし、えー、もっとみんなのことを考えろっていうふうにね。そういう 助言してたらみんなのことを考える周りの気持ちを尊重するっていうのが得意なことかもしれないそうなんですよ子供がついおせっかいしてることは何ですか下の子がいたら下の子に対するアクションっていうのは一つ分かりやすいですね自分にとって大事なことであったり自分にとってできることっていうの当たり前だからそれをできるようにしちゃうんですねしちゃうんですようんそれを観察するとそれが得意なことかもしれませんって、うん、いうことですはい子供の得意を見つけるポイント18分の11 先生に叱られることは何ですかっていうことですよ。学校の先生でもいいし、習い事の先生でもいい。よく怒られること。まあ、家族でもいいんですよ。父とかパパとか、え父とパパは一緒や。父と母とかね、親、親に怒られることであったり、えー、おじいちゃん、おばあちゃんに怒られること。もうどんなことでもいいです。子供がよく叱られていることは何ですかでお母ちゃん、さっきも言ったように、お口チャックっていうの、お口をチャックできない。 うん、静かにしなさいっていうのよく言われたね。静かにしなさい、うろうろするな、ちゃんとしなさい、じっとしなさい、えー、周りのことを考えなさい、周りのことを考えなさいって何回言われたか。これは、じゃあ、周りのことを考えなさいっていうのは、じゃあ具体的に言うと、それはね、どういう長所があるのかっていうと、自分の気持ちをしっかり表現したいという、この気持ちがあるんですね、得意なことがあるんですね。 僕の自分のことを理解させたいっていう得意な理解させるっていうことが僕の得意なことになるんですねそう,なんですよそういうふうに子供がよく叱られていることは何でしょうかそこら辺りをじっくり観察してみましょうどうでしょうここまでで何個ぐらい出てきた子供の得意なことねな 5, 5個は見つかったかな 大丈夫ですよまだ見つかってない方もこの後の十11の1112質問やからあと7個でね、えー、しっかり得意なことを見つけるポイントを解説させていただきますのでよろしくお願いします7個ちゃうわな6個やな今11まで終わったので、えー、次いきましょうか子どもの得意を見つけるポイント18分の12他の人よりも早くできることどうでしょうか、ねえー、他の友達とか 他のね、あの、習い事で言ったら、他の生徒と比べて、ちょっと早くできることは何でしょうかね。まあ、ちょっとでもいいんですよ。ちょっと早くできること。おかっちで言ったら、もう何でも早かったな。とにかく何でも早かった。雑やったけど、早く終わらせるっていうのは、すごく得意なことやったねと。早く終わらせるってことが得意なことやった。僕の場合はね。え何をしても。でも間違い多いですよ。あの、なんだろう、テストの答案用紙でも、名前を書いてないっていうのもしょっちゅうありました。名前を書かなかったらゼ、0点なんですよ。昔は。 今はどうでしょうかわかんないけど、学校のテストでもね、名前かかんなかったらゼ0点になってましたよ、はい。というふうに、そういうケアレスミスが、ケアレスミスをするっていうのはものすごく多かったな。だから、僕にとってスピードっていうのはものすごく大事なことであり、えー、早くするっていうのは僕の得意なことだから、それを生かすこと、生かすがあまりね、えー、丁寧にできないっていう短所が出てきたりとかね、えー、字が汚いとか、乱雑であるって言ったり、画札とか、そういうのが短所として、えー、出てくることもありました。なのでそちら のの方ばっっかりりがが怒られてていいたなっていうのがありますよねえ落ち着きがないっていうね先ほど言ったようにねあのちゃんと書きなさいとかね、えー、ゆっくりしなさいとかじっとしなさいとか何かそういうことを言われてた気がしますねリラックスリラックスっていや別にリラックスしてるんよ僕はでもリラックスリラックスって言われましたよはい子どもの得意を見つけるポイント18分の13親から見て無意味だと思うことは何ですかねえ どうでしょうか子供を見ていて、なんでこんなことやってんのとか、こんなことをやって意味あるんかなとか、何がおもろいんやろうって思うことない特にね、女、男の子を育ててる場合っては結構あるよね。なんかね、あのー、わかんないけど、とりあえずポケットの中にね、ダンゴムシが入ってたりとか、あるわけじゃないですか。紙飛行機いっぱい作って、それをね、紙飛行機のなんか名前つけてね、色とか塗って、それを部屋に飾ったりして、何が楽しいねんって、ね、思うことない もしそれがあれば、それっていうのは子どもの才能かもしれん。親からして無意味だと思うこと、それって何の役に立つのかわからないことであったとしても、それは子どもの気質なんですね。気質。だから、普段は見えなかった部分かもしれないけれども、先ほどにも冒頭にもお話した通り、それが誰かの役に立つかどうかとか、えー、テストのスコアが上がることにつながるかどうかとか、一切考えない。そこを考えたら得意なことが見えなくなるんですよ。 なので親から見て無意味だと思うこともしかしたらその背景に得意なことがあるかもしれないから無意味だと思った瞬間、ね、どこに才能があるんだろうっていうふうに、えー、ちょっとね、えー、アンテナを張って子供を観察してみてくださいはい子供の得意を見つけるポイント18分の14目を,目を輝かせてしていることまあこれはね、えー、どこやったかな飽きずにしていることにかなり近いんだけど要は夢中になっているってことです キラキラしてるってことです。夢中になってるって時っていうのは、えー、自分の能力を発揮できてる時自分の得意が生かされてる時なんですね。苦手なことをやってる時って夢中にならへんやろ。そうよね。<laughs> 苦手なことであったり、嫌いなことであったり、向いてないことやってる時、夢中になるなるあんまりなくないあんまりなくない うん、やっぱり得意なことをやったり、自分の力を発揮できているときに夢中になったりするよね。目が輝くよね。なので、得意なことをやっている時は何ですかということです。それを書き出して、それを要素分解するのがおすすめです。例えば、バスケットボールって言った、ね。バスケットボールっていうのは名詞です。それを動詞に書き換えていくんですね。バスケットボールの、えー、自分の目標を掲げて練習をするということ。 が得意ななことかもしれない夢中になっているときかもしれないし、えー、本,番本番で、えー、自分のパフォーマンス、自分のシュートが入ったときに夢中になっているかもしれないでこれは。これで言うとどういうことかというと、何だろうな目標に向かって、えー、本番という,本番という、ね、緊張空間の中で自分の能力を発揮できるといいううことかもしれないね,ねそういうことかもしれない。 ね、子供が夢中になっていることの背景にある動詞を見つけていきましょう。まず最初は名詞を見つけてもいいよ。ゲームやってるとき、ゲームとかね、えー、バスケットボールとかピアノとか、ピアノをやってるときに夢中になるからピアノ、これ名詞じゃないですかで。このピアノの動詞化するんですね。動詞化する。ピアノをする。まあ、これ動詞やけど、もうちょっと細かく分けましょう。でピアノのどんなところなのかっていうことですね。えー、自分が好きな曲を演奏しているときなのかもしれないし、誰かに,、えー、誰,かに誰かの心に届くような え演奏してるときなのかもしれないし、えー、一生懸命練習をしてるときかもしれない努力をしてるときかもしれないね努力をするというのが才能かもしれないねはい子どもの得意を見つけるポイント18分の15目を離した好きにしてることどうでしょうかねっパッと目を離してたらレゴブロックを積んでいたりお絵かきをしていたり歌を歌ってたりダンスをしていたりどうでしょう目を離した好きに親が目を離したときに好きに子どもは一体何をしてますか それがもしかしたら才能かもしれません。得意なことかもしれませんね。冒頭でもお話ししました通り、得意なことっていうのは、ついやってしまうことなんですよ。そう。ついやってしまうこと。隙間時間見つけたら勝手にやってしまうことなんですね。僕で言えば、そのコンテンツを考えるってことをついやってしまうんですよ。散歩してるときでも、なんか面白いことないかなとかね、問題を見つけるってこと、ね。問題を見つけるってこともやるし、見つけた問題に対する対処方法を考える。 ってこともやるしそれ考えたらそれを実際世に出すっていうそのクリエイトするってこともやるね問題を見つけるね問題解決法を考えるそして、えー、アイデアをクリエイトするねこれ僕の得意なことなんですよ才能なんですねどうでしょうか目を離したと好きにしていることは何でしょうか次行きましょうか子どもの得意を見つけるポイント18分の16 頼んでもやりたがらないことどうでしょうか何度頼んでもやりたがらないであやったり、何度注意しても治らないってこと。まあそこにもつながるよね。どうでしょうあります僕の場合ではどうだろうな。頼んでもやりたくないことは、僕じゃなくてもできることってのはやりたくないんですよ。自分じゃなくてもできる仕事であったり、自分じゃなくてもできるタスクっていうのは、全然興味が湧かないですね。湧かないし、どちらかとい言ったら苦手だと思います。集中できてないから。 いいパフォーマンスを発揮できないで。それを逆を考えたら自分の得意なことなんですよ。僕は自分にしかできないことをする。これが僕の得意なことなんですよ。これ、こう考えるとなんかちょっと才能っぽくないですか自分にしかできないことを見つける。だったり、自分にしかできないことを仕事にする。 こう考えるとなんかすごいなって思いますよね。今僕も思いました自分で、自分で言うて、うん。だけど、子供の時は、なんだろう、う人から言われたことって言った頼まれたことであって、あれやれこれやれって言われたこと、指示命令されたことに対してモチベーションは上がらなかったから、全然いいパフォーマンスでへんかったし、えー、高校の時にやってたバイト、大学の時にやってたホテルのバイトとかでもね、えー、全然あの仕事できてる人間ではなかったです。 あの同じ時期に入った人はどんどん昇格していくけど僕は全然ランク上がらなかったしね、うん、だから自信がなかったですよ僕は社会で自分の力を発揮できないと思ってたからねはい子どもの得意を見つけるポイント18分の17子供が 後悔していることは何ですかということです。後悔していることっていうのは、本来なら自分はこれができるとやったりね、こうしたい、ああしたいっていう自分の欲求であったり、願望であったり、ねえー、自分なら本来はこれができるんだけどできなかったっていう、その,あのがっかり感もあるわけじゃないですか。本当だったらシュート入るのに、試合,試合でシュート外してしまった、後悔してるとかあるわけじゃないですか。ね、なのでと、後悔していることっていうのは、子供の得意なことになることも多いです。 はい、僕が後悔していることっていうのは、えー、っと思っていることを言えなかったことを後悔しているんですね好きな人に好きな子好きだって言えなかったこともそうだし、えー、あの時ね、5年生の時ね、北山君,に、ねあのー、北山君の絵をバカにしてね、えー、それに対してごめんなさいって素直な気持ちを言えなかったことにも後悔しているでそれは本来なら僕の得意なことなんですよだけどそれを言えなかったんですよだから後悔しているんですよ。よ だからあんな後悔をしたくないから僕は本当に思ってることを伝えるってことを、えー、あれからずっと、あれからっていうのはちょっと違うな。30歳ぐらいからね。30歳ぐらいから思ってることを伝えると。会社を辞めてから伝えるってことを、えー、ブログでもそうだし、インスタグラムでもこの,このね、YouTube でもそうだし、ボイシーでもやってます。はい。それは僕の得意なことです。本当に思ってること。今自分が感じている気持ちであったり、考えっていうのを言葉にするっていうのは僕の得意なことです。それができなかった時に僕は後悔してました。 はいいよいよ最後ですね、えー、子どもの得意を見つけるポイント18分の18、子どもが禁止されるとつらいことは何でしょうか、まあ、子どもに聞いてみないとわからない部分ではあるけど、どうでしょう、あれやったらあかん、これやったらあかんって親としてね、注意しなあかん場面もあるわけじゃないですか、図書館では静かにしなさいとかね、えー、なんだろ本は2冊までよとか、ね。なんかあるわけでしょ、これやったらあかん、あれやったらあかんと。 で、その時に、すごく反発してきたり、嫌そうな顔をされたことってありません僕が禁止されると辛かったことは、思ってることを言わないこと。ね。えー、静かにしなさいって言わないことだよね、だから。静かにしなさいってのは辛かったよ。思ってることを言いたい僕からとしては辛かった。だから、静かにしなさいっていうのが辛いってことは、静かに、静かにできないっていうのが僕の才能なんですよ。思ってることを言う、感じたことを言葉にするっていうのが僕の才能なんですよ。 そうなんですよどうでしょうか、子供見ててあれだめよって言われてすごい辛そうに思ってること感じていることってありません子供からしてねそれを読み解いていくと、えー、子どもの才能が見つかるかもしれませんということです。はいということでねきょ今日はね何だろう子どもの得意、そして才能、天才性をどうやって見つけるのかということを厳選して18個紹介してきました。 えー、僕はね、社会にはびこる見えない鎖を緩めて、一人一人が自分の得意を生かして生きられる、まあ、そんな社会を作りたいって本気で思ってるんですよ。僕自身もそうだし、僕自身も苦手なことはたくさんある、でもその苦手なことっていうのは、場所次第で、環境次第で、働く人次第で、長所にもなったり、才能にもなったりするんですよ。周りから感謝されたりするんですね。周りから感謝されると、ありがとうって,もらえて言ってもらえて、自信が湧くわけじゃないですか。自分でもできるって。だけどどうですか 自分のその才能が短所としてとがめられる場所に行けば毎日おこ怒られて静かにしなさいじっとしなさいなんでできないのるまるちゃんはできたのにって怒られて比べられてそしてどん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 自信をなくしていくそうですよねだから僕は子どものライフスキル教室をやってるんですよバスケ教室ダンス教室そして今はやってないけど優香ちゃんがやってる英語教室もねそうリアルでやってる英語教室もまさにそうで一人一人が自分の得意を生かして いけるような、そういう環境を作れるってこと、作るってことをもう一番大事にしてます。うん一番大事にして、まずは安心安全ですよね。ここにいていいんだと。別に何か結果を出さなくてもちゃんと認められるっていう安心安全な空間を作りつつね、作りつつ、えー、子供が向いているポジションに移動してもらったりとか、いろんなポジションを体験してもらうってことであって、体験しながら自分の得意なことであって、向いているポジションを見つけてもらうってこともね、含めて、えー、一人一人が、 自分の得意を見つけてそれを磨ける環境をどうやって作るのかっていうのをめちゃくちゃ考えてますで大人向けの生き方プロジェクトとかライフスキルコーチに向て講座も自分がこれまでどのような人生を歩んできたのかと過去にあるんですよ自分の得意なことっていうのはね、えー、過去怒られてきたこととか今日紹介したつい自分がおせっかいしてしまうことであったりね飽きずにしていることずっと続けていることは何ですかっていうことであったり、えー、目を離したつきに自分がやってしまうことこれは得意なことでありあなたの才能なんですよ その得意なことを生かせるような職場を選んだり得意なことを生かして子供と関わることで楽に子育てができたり仕事ができたりするということなんですねそういうふうな自分を生かした生き方 自分を生かした自己表現の方法っていうのを僕はライフスキルコーチに行ってくだとか生き方プロジェクトとかでがっつりやってます。そしてこの YouTube でもね、えー、どういうふうに自分の得意を見つけるのかっていうのを今日紹介しましたけど、以前にもイライラした時とか、感触を、えー、と自分がイライラした時かな、それをどうコントロールするのか、アンガーマネジメントであったり、子供の自己否定をどうやってなくすのか。 その声掛けであったりね、えー、こんな感じで顔出しなしの、えー、緩める子育てラジオっていう形でね、緩く発信してますので、えー、ぜひ再生リストチェックしてください。もうすでに20本ぐらいはあると思います。ので、あの再生リストをお気に入りか何か登録していただいて、それをね、えー、聞きながら家事とかしていただいたり、通勤とかね、えー、通勤途中に聞いていただけたりするとめちゃくちゃ嬉しいです。はい。そんな感じかな、今日はね。 まあこんな感じでね、この番組では、親も子も楽になる、ゆるめる子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分責めをゆるめるコツや、子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなとか、少しでも共感ポイントがあれば、チャンネル登録よろしくね。本当に励みになります。で今日の配信聞いて、何か感じることであったり、子供のこんな得意なことが見つかったというのがあれば、ぜひコメントしてみてください。すべて読ませていただいております。あとね、概要欄には、親も子も楽になる、ゆるめる子育て。これね、本にも なってるんですよ本にもなってて、えー、今日話したこともまとめていますし、えー、自分が親にされて嫌やったことを子供にやってしまうとかイライラとかをどうやって緩めるねんっていう具体的な方法を52個解説してますのでぜひそちらも合わせて読んでいただけたら嬉しいですあと公式 LINE ではね、えー、と有,料有料の、ね、講義で紹介している動画を26本無料でプレゼントさせてもらってますのでぜひ概要欄から公式 LINE もチェックしてみてくださいあの子供がいない方でも大丈夫です2つの、ね、シナリオが 1>, 1つは、えっと、生き方だけ自分の生き方を作るっていうことにフォーカスしたシナリオの配信ともう1つは生き方プラスえ子供との関わりを、えー、紹介している、えー、シナリオ2つのシナリオがあるのでお子さんがいない方でも登録いただいて OK でございます。はい、ということでということで今日はこんな感じでしょうか「I am a star you are a star」自ら輝けば世界はポカポカと輝く。 ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。ポカポカっていいですね。でも今めっちゃ寒いんですよ。本当に寒いですよ。2週間ぐらい前までね、もう夏かっちゅうぐらいめっちゃ暑かったんですけど、和歌山ね。今ね、2度とか。めっちゃ寒い。うん、あの、暖房つけちゃいました。思わず寒かったんで。で、あとレッグウォーマーもね、つけてますよ。もう完全に防寒。 対策をしてねあとはね、あのー、家で心地よく今日は過ごしてい、と思いますはい、っていうか今もう眠い。目閉じ、目、暖房かけて YouTube やったら眠なるな。今もうほんまに眠いですよ。40%眠いですよ。意味わかります ?40% 眠いって。まあ、結構眠いっちゅうことです。はい、こんな感じです。